皆さんこんばんは、レッドソックスの選手じゃありません、西園寺潤と申します。私の執筆しました整数問題辞典の中から選んだ整数問題の第2回目の、講義を行いたいと思います。では早速、始めたいと思います。整数問題の中の第11章の整数解の例41を今日は取り上げてまいりましょう。方程式 2x 次乗プラス 3y 次乗イコール 5z 次乗の整数解 xyz で、算数の xyz に共通因数がないようなものを4組挙げよという問題でございます。これはなかなか難しい問題ですね。式が1つで文字が3つあります。変数ですね。これはかなり難しい問題だと思います。ただでさえですね、この z がない場合でもこれを解けということはかなりの難しい問題になると思います。解が出せますでしょうかね。訳がわからない、訳がわからないときには前回講義しましたように問題の意味をつかむために整数、数値計算をしろということでしたね。では早速ちょっとやってみます。 XYZ にですね111とか言って代入していきます。そうすると111はこれはこの式を成り立たせますから解ということになります。それからこれを順に112とか113とか、こういう具合に入れていきますと、次のですね735ぐらいまではですねなんとか、かなり難しいですけど出すことができます。さてあと、4組あるわけですから2つですね、これをどうやって求めるかということですね。これはものすごく難しいですね。ちょっとここで行き詰まってしまうわけです。でそこで行き詰まった時にですねある鉄則があります。それは難しいものは簡単にして考えろというのがあります。これを用いてですね今未知数が3つありますからこれを、2つにしてですね考えてみましょう。すなわち 2x 次乗プラス3y 次乗イコール5と、これを a としますが、こうとして考えてみましょう。ただしですね、これが、2つの関係これとこれの式がですね、何の関係もないということであればですね全くこれを解くことは意味がありません。それで、この予式とこれがですね1対1に対応するような関係を持たないとならないということになるわけです。じゃあその2つの関係式をですねちょっと考えてみましょう。どういう関係があるか、すると、右辺をこの予式の右辺とこの A 式の右辺を見てみますと Z の2乗というのが A 式でかかっております。これからですね、この X のところが、Z'X', こうなり Y のところが Z'Y'Z とこうなればですねここが2乗ですからここも2乗分母が2乗になって、この A 式に Z' の2乗をかけてやればこの形に帰着されるということになるわけです。A 式の解がですね、このような形にあるものを見つけてやれば、良いということになるわけです。ただし、ここで共通因数がないようなものということですからこれと X' と Y' がですね、互いに相ということであればいいということになるわけです。つまり、この
というのはですね、この貝のうちの、こういうような形になる、つまり分母が同じ分母になるような、この A の貝を求めればいいということになるわけです。では早速 A 式の、これを PT と、しますと、この PT という、その分母が等しいやつの、PT というのを求めてみましょう。まずですね、 A 式の解はですね、111と求まっていますので、もうここで分かっていますから、 A 式は111は成り立ちます。それでもう一つの解をですね、今アルファベータとします。そうしますと、このアルファベータはですね、このアルファベータを通る直線と楕円の、これが楕円の式を表していますから、これとの、交点を求めればいいということで、こちらにちょっと図を出しておきますと、今111が分かり、無数にある中からPT というような分母が揃った解を求めて、そこの交点がすなわち、この第2の問題の解ということになるわけです。でそれで、今この1、2の、交点を求めるにはどうやって解くかと言いますと、今点 P 11を通り傾きが T の、有理数の直線はこれで表されます。それから A 式であります楕円はこういう式です。でそうしますと、アルファベータというのは、ここではアルファが X であり Y がベータということですから、これは、11でない、つまり11ともう一つの解ですね、これで、ちょっと上げますと、これのもう一つの解を求めるということが主ですから、11ではないということになるわけです。でこの1と2のですね、交点ですから、これを、この Y の代わりにここの中に、たらっこ見ますと、これがこういうふうに表され、これを整理しますとこういうふうになります。 X について整理しますとこうなります。でそうしますと、これはですね、今解が1ともう一つアルファということは分かっていますから、解と係数の関係を使いまして、このようになります。和が、これの分母のマイナス、これと係数ということになるわけですね。でそれでこれからアルファがここで求まります。この3を、ここの中に入れまして、ベータを求めますとこういうふうにできる。すると PT は、結局この形になる。そうしますと、この交点はですね、この1と2の交点は分母が等しいということですから、先ほども言いましたように、この式とこの2の式とはですね、1対1に対応しているということになりますから、これの中の T が、適当に、全て成り立つということになるわけですから、T が2の時3の時と入れてやれば、全て、先ほど出しましたようにですね、分母の揃った交点ということですから、7、7、29、29というふうに、P2、P3 が求まる。つまり4組ですから、あと2つ出してやればよろしいということになるわけです。それで、あとこれを、それぞれ出てきますから、これが本当に正しいかどうかを分母を測ってですね、予式に代入してみますと、こうなり、これが、満たすということになる。よって、これらは、全てですね、こういうふうに答えが得られましたが、全て、互いに相ということから、これが解であると
ということになるわけです。以上で、これが解けるということになります。では今日は、難しい問題はですね、簡単にして考えろということをテーマに、講義をいたしました。それではこれで、また次回お会いするまで失礼いたします。